はいどうも、ひかりです。今回はね、たまごっち、以前紹介したやつなんですけど、はい、だいぶやり込んでます。もう4日目ぐらいかな。で、今ね、初めのやつから、ふよふよっちっていうのを経て、今ね、確かね、キャラ、ほら、こいつ、スペイシーッチ、オス、3歳 72g、お金0円。ゼロなんて読むんだろうこれ。まあまあ、ということでね。まあいろいろやってるわけですよ。例えば、冷蔵庫からご飯をあげると、スペーシーチはご飯を食べないんですよ、こいつ。あ、やばい。悪さしてる。ご飯なのに、こうやって食べなかったりすると、怒ればいいんですよ。叱る。これはね、良くないことなんですよ。これやった後はちゃんと叱ると、こらって叱るとちゃんと育ちます。怒るけど、でも、あれハッピーにならないんか。まあ、いっか。とりあえず、お外に行こう。公園に行きます。公園に行くとね、いろんな友達と会えるんですよ。ほら、広場。俺いつも広場にしか行かないんですけど、広場に行くと、ほら、おー、なんだ、初めての相手だ。お、兄弟か。兄貴、いいところに、たまごっち星を征服する計画、あ、そう、こいつね、スペーシーッチってちょっとね、なんか制服をね、なんかたまごっち星をね、制服したかったんだよね。これダメなことに聞かれたらどうするでやんす。まあそんな感じでね、なんかたまごっち星制服を企んでる、まあ可愛い感じなんですよ。本当に悪いやつじゃないと思うよ。こんな愛情込めて育ててるんだから。なんか不良にはなってほしくないけど、ちょっと不良っぽいんだよね。愛情込めて育てたんだけどな。で、あとは最後に、こう、話しかけるとかやると、たまごっち星制服？恐ろしいこと考えるやつもいたもんですね。お前だろ？スペーシーチってね。そう。ねえ、こいつね、お菓子は食べるんだけど、ご飯は食べない。だから今レストラン行きたいんだけど、レストランはお金ないから行けない。ね、まだビンゴゲームとか玉ガチャとかはできないんだよね。だから、まあ、冷蔵庫からご飯を食べさせると、ほら、行くよ。ほら、こいつ嫌いなご飯を。ご飯嫌いってどんだけだよ。まあ、確かに白飯だけを与えてる俺もそうかと思うけどね。ただ、いやいや食うんだけどね、こいつ。まあ、可愛いとこもあるというね。まあ、こいつらは不良にならないからね、基本。で、キャラメーター、ほら、愛情もね。まあ、ってことで最後話しかけて終わりましょう。あとはね、なんかタッチスポットとかに行きたいよね。何かご用ですか？まあね、言葉遣いはちゃんとしてる。タッチスポットとかね、近所のおもちゃ屋さんとかにあったから、今度行ってみたいのと、アイカツのこのカバーもつけなきゃね。ってことで今回は、たまごっちの現状報告でした。バイバイ。